ダグハウレットはニュージーランド出身の元ラグビー選手。ポジションはウィング。オークランド生まれ、オークランドグラマースクール卒業。ラグビーのほか、100メートル競争、100メートルハードルでも優秀な成績を残し、1998年にはニュージーランド陸上20歳以下種目で100メートル10秒68を記録。 18歳の時に NPC オークランドに選出され、2007年まで同州代表選手。1999年から2007年までスーパー14ブルースに所属した。2000年から2007年までラグビーニュージーランド代表に選出され62キャップ、49トライ、245得点。2007年10月9日、滞在先のロンドンのホテルで、 自動車を2台破損させた容疑で逮捕される。釈放後、破損行為について公式に謝罪をした。2008年シーズンからアイルランドのケルティックリーグマンスターに移籍。同年のハイネケンカップ優勝。2013年に現役を引退した。オールブラックス歴代最多トライゲッター、ハウレット引退。ありがとうございます。